とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は最新タワーの完全攻略、やっていきたいと思います。今回は30回ですね。しかも、序盤が若干難しいと来ております。まず1回から行きます。エンチャントで働き鉢をつけてください。この蜂が発動するかどうかによって難易度が変わります。うまく発動すれば、発動したね。クリーパーを勝手に倒してくれるので、いい感じですね。で、ここ、倒す順番ですけども、まずはエンチャンターです。まずはエンチャンターから倒してください。で、その後にクリーパー。で、クリーパーを倒し終わったらば、弓の雑魚ですね。こいつらを片付けるようにしてください。結構 HP 高いやつがね、こいついますからね。なので、まあ一応注意して、やってください。まあただただ倒すだけなんですけどね。OK。まあとにかく、エンチャンターを先に倒して、で、クリーパーの爆発には注意してください。まあ蜂が発動するとうまいこといくと思います。ここ報酬何もいりません。そのまま行きましょう。で、エンチャントで8上げてください。20% から 30% まで上がります。これで。で、ここは、極力ね、敵の、凍結の攻撃はもらいたくないんだけども、まあ、そうも言ってられない。うん。食らうときは食らいます。まあ、仕方ない。でも、ここでやられることは多分、ないとは思います。うまいことね、倒していけば、そんなに難しい場所じゃないので。えらいところにおったなぁ。はい。まあ、とりあえず、2回クリアです。次行きましょう。報酬で星なき夜取ってください。で、エンチャントで、働き鉢2ですね。入れてくださいね。で、もう一枠エンチャント、入れたいんですけども、ここがね、分かれます。エコーに慣れてない人は、エコーは入れない方がいいです。で、エコーに慣れてる人は、エコーの方がいいと思います。うん。エコーはね、ちょっと癖があるエンチャントで、使う人をちょっと選ぶ感じなんで、エコーに慣れてるよっていう人はエコーで、エコーに慣れてないよっていう人は、よし、とりあえず倒すね。これですね、火属性を入れてください。まあ今日は火属性の方でいきますね。エコーはレベル1だったら5秒間に1回2回攻撃ができるんですけども、その攻撃してる時にちょっと、硬直があるので、ちょっと使い方が難しいです。ここゴーレム入れていってください。では行きましょう。ここは特に問題ないと思います。最初に、ここである程度出てくる敵を処理しておくと後が楽になりますので、まずここである程度処理をしていきましょう。大きなピグリンが出てくるので、それが大体の目印です。この大きなピグリンを倒したぐらいに、行きますと、いたいた、ちょうどいいぐらいになりますんでね。はい。で、倒しましたらば、こっちから進んでいきます。はい。まあ別に気をつけることもないですね。普通にやれば勝てると思います。で、奥の方にあと2体かな、あ、3体結構いた。これでおしまいです。4回クリアです。報酬ここ何もいりません。で、ゴーレムの HP が減った時は HP を、一度元に戻してやるといいですね。報酬を取るところでアーティファクトをゴーレムのアーティファクトの上に置いてあげるといい感じです。はい、しゃ、1匹逃げられた。
はい、5回クリアでーす。次行きまーす。まだゴーレムの HP はマックスですけども、やり方はアーティファクトをゴーレムの、今回ちょっとできなかったな。ゴーレムの上に乗せればいいだけですね。はい、じゃあ次行きましょう。ちょっとゴーレムが再使用時間になってますけども、まあ問題はないです。でエンチャント入れてください。8を3までですね。8を3まで入れれば OK です。やっぱり、40% ぐらいになると蜂が結構出てくれるようになります。まあそれでも 100% にはね満たないんだけども、まあそれでもだいぶマシだと思いますよ。よし、これで終わりかな。6回クリアでーす。で6回の報酬で防具取ります。傭兵のアーマーですね。これをずっと今回は着ていきます。エンチャントで雪玉、そしてクールダウン入れてください。まあ、人によってはポーションバリアでもいいかもしれませんけども、まあ、火力で、ご利用して早くクリアしたいっていう人はクールダウンの方がいいと思います。安全に行きたい人はポーションバリアでいいんじゃないでしょうか。でここも別に、難しい敵もいないので大丈夫ではないですかね。普通にやれば勝てると思います。よし、終わりですね。次行きまーす。ここ報酬ブラストだけです。行きまーす。で、ユニーク商人でボールを上げていってください。反逆者ですね。反逆者になると攻撃速度が上がって、星なき夜がものすごく使いやすくなります。でエンチャント入れていきましょう。クールダウンですね。ブラストだけが多く使えるようになりますので火力が上がっていい感じです。まあ、別に雪玉で、安定感を出すっていうのもいいかもしれません。まあ、ただ、雪玉1も2もそんな変わりありません。3がねものすごく使えるんで、まあ一気に3にできるようにした方がいいかな。俺はあんまり、1も3も、あ、1も2もか、あんまり変わりはないかなと思ってますね。まあ一応変わりはあるんですけどね。3秒と5秒で結構違うんだけど。はい、ネクロマンサーが出てきますので、あ、違う、ここじゃない。ネクロここじゃなかった。はい、クリアでーす。9回おしまい。んでここはパワーシェイカーですね。取っていきましょう。んでエンチャントで次は雪玉ですね。一応入れてください。で右側からです。右側の敵から、パワーシェイカーを使ってしっかりと倒していってください。うまくいけば速攻で倒せるんですけども、今回若干時間がかかってる。落とした落としたね。うーん、まあまあ伸びはね落とすのが一番いいとは思いますけどね。なかなかそれも難しいんですよ。はい、おしまい。10回クリア。次いきます。ここ報酬でバーストクロスボウを取っていってください。ある程度終盤までこれを使っていきます。で11回ですね。特に問題はないと思います。ここも普通にやれば特に問題ないかな。まあまあ一応トライデントの攻撃には注意っていうぐらいかな。うん、あと自分が持ってるこのトライデント、これ敵に当たると、雷を発生させるんですよね。一定時間の後にその雷に、自分が当たらないように注意してください。でここ報酬何もいりません。次いきますね。あ、でエンチャントです。先に俺は雪玉を入れた方が安全になると思います。うん、まあ、火力を増したい人は、クールダウンを先に入れるといいんじゃないですか。
OK。 よし、これ上の段にもう2体出てくるんで、まあ、今回はうまいことゴーレムが処理してくれてますね。では行きまーす。ゴーレムこっちに来い。よし、終わりかな。12回クリアです。報酬何もいりません。ゴーレムの HP をちょっと更新していきましょう。ゴーレムに合わせてキャンセルですね。はい、行きまーす。 HP 更新するとまあ戦いやすくなるのでいいですね。で、ここまずあっちのスイッチはすぐに押さないようにしてください。ある程度向こう側をね、処理すると後が楽になりますので、まずはあっち側をねある程度倒してください。まあある程度でいいです。うん、全部じゃなくていいんで、ある程度倒すと楽になりますんでね。多分あと残り3体ぐらいかな。おしまいでーす。13回クリア。次行きます。ここ報酬何もいりません。そのまんま行ってください。でエンチャント入れていきます。クールダウンですね。行きましょう。でここだ、ここがネクロマンサーが、少し出てきますんで、ネクロマンサーだけちょっと注意してください。おお、俺ちょっと森持ってたんかちょっと待って、今みたいに爆発するので、森には注意してくださいね。おお、ちょっと急なやつでびっくりした。そうかそうか、 まだ俺森持ってたんだ。でまだネクロマンサーが出てきます。ネクロマンサー注意してください。で、 できればパワーシェイカーが使えるようになって特攻するといいですね。パワーシェイカーで一気に削り切るっていう感じで倒すのが無難です。いや、むしろもうパワーシェイカーがないと厳しいですネクロマンサーは。うん、結構 HP 高いので、なのでしっかりとパワーシェイカーを使いつつ倒してください。14回クリアですね。ここ報酬で森の矢筒です。ゴーレムと変えていきます。もうゴーレムは HP も攻撃力も低くなっているので矢筒を使った方がマシですね。で、ここ報酬は、あ、報酬じゃない、パワーアップは反逆者です。若干武器の火力が低くなってるんだけども、まあ、なんとかパワーシェイカーを使って、乗り切ってください。OK。で、エンチャント少し入れます。長弾、そしてボーナスショットですね。この2つを入れてください。だいぶ役に立ちます。で、ここの、葉っぱたちは、パワーシェイカーを使っていくと、まあ、早く倒せると思います。ここをね、早く倒していかないと、後々のね、HP が結構きつくなるので、まあ、パワーシェイカーで一気に削り切る。そんな感じで、やってみてください。で、ここもね、閉まってる間に倒すと意外と楽です。うん。なんで閉まってる間にちょっと倒すように調整してみるのもいいのではないでしょうか。OK。ここでね、防具を上げてないと結構きつくなるんですよね。防具を上げてないと。なので、ここは防具をね手前で上げた方が俺は絶対いいと思います。あと1体ぐらいかな、上にいるんかい。いた。はい、16回クリアでーす。ここ愛のメダルです。愛のメダルと、これパワーシェイカーを変えていってください。愛のメダルがとにかく役に立ちますね。確かに両刃斧は魅力的なんだけども、まあ、それ以上にこの愛のメダルの強さっていうのは素晴らしいものがあるので絶対取るようにしてください。やば、危ねえ。
まあまあそこそこね、再使用時間は長めではあるんだけども、まあまあまあ大丈夫ですよ。愛のメダル、あっちにもいたんか、大体終わるかなと思ったら、はい、17回クリアで、ここで武器変えます。魂の採数ですね、エンチャント入れていってください。雷2と共鳴3ですね。共鳴は、魂があるとクリティカルが出やすくなるというやつです。 OK。 でもね、クリティカルの3倍ダメージっていうのはかなりでかいので絶対おすすめです。あブラストが変なとこで爆発したな。 OK、 行ってこい。これでおしまいですね。終わりか。今回結構矢が出てるんで、まあまあ安心ですね。はい、ここ何もいりません、そのまま行ってください。でここ結構敵多いです、結構敵が多い、あの反対側に。なので一応注意しながら見ていってくださいね。あ、これはいけなかった、いけなかったな。でこの端っこギリギリに立って矢を撃ってると若干倒せるのでお得です。よし、 OK、 若干倒せたね。んでここは愛のメダルを使ってうまいことターゲットをずらしてあげてください。戦いやすくなります。よし、終わりかな。んで反対側に行きます。ここもね、ある程度遠くから弓を撃って数を減らしてやると楽です。ここ結構敵多いし火力が高いので注意していってください。 OK、 愛のメダル、終わりかな。うん、これはちょっと落ちた方が早い、落ちて最初のところからスタートした方が早いと判断しました。でこっちも敵多いです、とにかく多い。なので、まあ、愛のメダル、森の矢筒をしっかり使いながら処理していってください。火力も結構高いです、注意してくださいね。ここ報酬何もいりません、そのまんま行ってください。ここはそんなに難しくはないと思います。この氷使いがちょっと鬱陶しいぐらいで、まあ大丈夫じゃないですか。よし、 OK、 矢はどんどん使っていってくださいね。よしで、テンペストゴーレムが今回はねいるんですよね。テンペストゴーレムが鬱陶しい。あいつをねもうちょっと早く倒す術があればいいんですけど、なかなか難しいんだよね。終わりかな。20回クリアでーす。ここドラですね、ドラとブラストだけ変えていってください。あ、でエンチャント入れちゃいましょう。長弾を3まで入れてください。長弾3めちゃくちゃ強いです。でここ結構難しいので注意してください。 OK、 このねラビジャーがとにかく鬱陶しい、うん、こいつをどれだけ早く倒せるかによって、ああ最悪だ、難易度がね結構変わってきます。OK、 これ大丈夫ですね。とにかくラビジャーをうまいこと、ドラを当てて、森の矢筒を使うとかそういう倒し方をしてください。あいつがもうとにかくここはやばいですって注意してくださいね。上にあとちょっといるかな、いないか。うん、まあドラ使って森の矢筒で叩けばまあそこそこ早く倒せるんで、うん、
やってみてください。あと愛のメダルを使うタイミングっていうのも結構重要です。あれでね、敵をタンクみたいにするんで、ここ何もいりません。そのまま行きましょう。でテンペストゴーレムはちょっと、長くなるので、ここはちょっと飛ばしますね。よし、おしまいですね。長い長い、やっぱ5分ぐらいかかりますね。次行きます。ここ報酬何もいりません。行きましょう。んで、ここですね、反逆者を上げていきます。これもう最後まで来ていきますね。行きましょう。はい、で次の回、ここも別に問題はないと思います。うん、でエンチャント入れてください。雷を3ですね。これで OK です。あ、待って、あれ入れてなかったか。ああ大丈夫大丈夫、入れてあるね。長弾3だったら大丈夫ですね。ボーナスショットはもうあれおまけみたいなもんなんで、1でも俺はいいかなと思います。うん、ダメージがほんと若干変わるだけなので、まあまあ3と1だったらだいぶ変わるんですけどね。でもまあわざわざ入れなくても、うん、いいかなっていうところかな。よし、 OK、 こっちに来たな。ここも敵がね、ちょろ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 出てきてくるんで、うわー、違うからも来てる。このちょろちょろがめんどくさいんですよね。よし、 OK、 終わりかな。あと上で、でこうジオマンサーが2体いますけども、あいつが結構めんどくさいですね。 OK、 でもうまいこと長弾が発動して倒せましたね。おしまーい。いやまだか、終わりか。はい、24回クリアでーす。報酬何もいりません。そのまま行ってください。いきましょう。ここも別に、そんなに難しくはないかな。うん、まあ、うまいこと愛のメダルをね使って強い敵っていうのがいるんですよね。その強い敵を、うまいこと仲間にできると、クリアスピードが上がります。うん、そいつをちゃんと見極めて仲間にできるかどうか、それ結構重要ですね。 OK、 もう終わるかな。うーん、矢は出てるけども取らなくていいか。よし、ここでおしまいでしょう。25回クリアです。次行きまーす。ここも何もいりません。そのまんま行ってください。ここも特に問題ないかな。うん、まあまあクリーパーは出てくるんだけども、ここら辺の装備になってしまうと、まあなんとかして倒せていけるので大丈夫ですね。うん、もうソウルもマックスなのでクリティカル結構バンバン出ます。うん、なのでそこまで気をつけることもないでしょう。あ、ただしクリーパーに愛のメダルを使うのはちょっと、控えた方がいいですね。なぜか知らないけどこっちに向かってきて仲間なのに爆発することっていうのが結構あるんで、事故りやすいです。愛のメダルを使った、クリーパーっていうのは結構事故りやすいので、まあ、そこは注意してください。森の矢筒を変えていきましょう。終盤はそんなにね問題はないと思います。そこまで難しくない。うん、まあ、まあ装備が揃ってるからね、装備揃っちゃってるんでそんなに脅威はないはず。まだですか。
っぱこのね、森の矢筒を3連射できるっていう、これがね、本当に強い。うん。森の矢筒をね、こう使えるっていうのは、すごくいいよね。よし。もうちょいか。槍のやつがまだいる。あ、いたいたいた。終わりかな。はい、27回クリア。次行きましょう。ここも報酬何もいりません。そのまま進んでください。28回も特に問題はないですね。うん、もう普通にバシバシ行ってれば勝てると思います。全然余裕。はいはいはい。もっとね、あのタワーガードとかね、そういうやつがいっぱい出てくるような感じだったら難しいかもしれないけども、うん、まあ今回ほんと難しいのって、一番難しいのどこだろう。1階かもね。うん、もしかすると1階が一番難しいのかもしれない。危ね。今のは愛のメダルのクリーパーの出現ですね。あれが難しい。結構事故ることがあるね。よし、終わりか。28回クリアです。で、森の矢筒は、次の回に行く前に確実にゼロにして、進むようにしてください。うん、使わないともったいないんでね。で、ここコグクロス棒を持っていきましょう。で、コグクロス棒にエンチャントを入れていきます。パワー3、そして追い打ち3ですね。これだけで OK です。重力爆発、うーん、まあまあタワーではそこそこいいかもしれないけども、まあまあ必要ないかな。うん、とにかく火力さえあれば大丈夫なので、はいはいはい。もうとにかくここで取るコグクロスボウは強い。もうとにかく強い。火力が全然違うもんね。やっぱり終盤で取る武器は強いね。で、一応クリーパーが出るので爆発には巻き込まれないように一応注意してください。まあまあ大丈夫だとは思うけど、ね、一発では死にはしないかな。うん、でも一応注意していってください。ポーションバリアがないんでね、ポーションバリアないことは覚えておいてくださいよ。しゃ、おしまいか。29回クリアでーす。ここで壊れたソーブレードですね、エンチャント入れましょう。虚無さん、クリティカルさんですね。ここ2体出てきます。で、まず、上側の上に出現する、イリュージョナーですね。あいつを、ドラを使ってソーブレードで一気に削り切ります。もう一気に削ることができるんで。で、その倒した後に森の矢筒で、エンダーマンを一気に倒す、そんな感じです。ドラでもう2人とも弱体化しますもんね、一発目で。で、そこで一気に押し込んでください。はい。で、エンダーマン出てきたら、あ、森の矢筒使ってなかった完全にミスったわ。まあ普通の弓でも半分ぐらいは減らせましたね。森の矢筒だったらもう一気に倒すことができます。では報酬見て終わりたいと思います。いまいちいまいちです。うん、ダメですね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。